当時の私は雑貨店をやりたくて、ずっと自己流でやってきたんですけれども、全く結果が出なかったからです。まずは単発の、セミナーに参加して、そしてすぐ実践してみたら、結果が今まで出なかった結果が出たということと、そして先生が実際に自分でもパン教室をされてきて、そして動画も1000本撮るとか、すごく行動的なところです。セミナーに出てみて、先生のお話を聞いてすっごく納得できた部分もあり、そしてまたそれを実践したら結果が出たというところです。もうたくさんあるんですけど、まあ、話も面白いですし、難しい話をしてくれてるんですけど面白いですし、親近感もありますし、もうなんて言ったらいいでしょうね、質問もしやすいです。でも時々怖いところも勝手にちょっと思ってしまうんですけど、それは冷静にこう甘やかすんじゃなくて、今の私の、気づかないところをきっちりと指摘してくださって、そしてそれをまた自分も受け入れて、必ず行動をすれば本当に結果が出るっていうところはおすすめしたいです。